久保さん昔ヤンキー漫画だよね、カメレオンっていうのがあって、この主人公が、えー、矢沢栄作かなあのー、い弱いんですよ。弱いんだけど、ハッタりでこう、勝ってくっていうね。<laughs> これめちゃくちゃ面白いんですよ。で、僕、じゃあヤクザに、あの、なんだ、ヤンキーだったらかっていうと、ヤンキーでもないし、こういう突っ張りのこういうのやってないんだけども。 これねすごく面白おかしく書いてあってカメレオンはね結構名作かなと僕は思うんですよねでここから何が学べるかっていうとまあ弱くてもねそのこの主人公はめちゃくちゃ弱いんだけどなんか強いんですよ <laughs> だ,ははだから堀江さんもねはったりはったりが何とかっていう本も出してますけど結構ビジネスを見てもねこうはったりって結構大事だと思うんですよだから久保さんもあの一番最初はったりで稼ぎましたからねあのー なんだえー、っと、セルフバッグで未確定報酬だけど、まあ、振り込まれてないけど、一応、まあま、あ未確定報酬だけど、一応、その画像は使いますからね。それ稼ぎました、みたいなね。貼ったりっすよね。まあ、入金はされてないけど、みたいなね。い <laughs> ってらっしゃい。